まあ細かな文字も思ったより結構読めます。まあ単体で各種のコンテンツが再生できる、まあ Android TV の機能が入ってるっていうのが最大の特徴なんですね。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、まあちょっとですね、僕いろんな沼にはまってるんですが、最近ですね、モバイルプロジェクターというかコンパクトなプロジェクターの沼にもはまってましたらですね、なんとメーカーさんが提供していただけるということで、RT プレイっていうのかな、ちょっとすいません、例によってちょっと中国系のメーカーさん、読み方わかんないんですけど、何よりですね、こう2万円台の価格で結構明るさあるし、単体でですね、Android OS が入ってるんですよ。つまり、パソコンとかスマホとかにつなぐことももちろんできますが、つながなくても単体で動画とか見られちゃうんですよ。これですね、キャンプとか旅行とかいいですよね。あと実家帰るときとかもですね、大画面テレビがなくたって、こいつが1台あれば楽しめますよ。音とかどうですかね？気になりますよね。レビューしていきますので、ぜひご覧ください。はい、今回はですね、プロジェクターをご紹介したいと思うんですが、まあ以前からですね、何回かいろいろなプロジェクターをご紹介してますが、というかしてますと、プロジェクターのメーカーの方からですね、まあレビューしてくださいっていうことで、お声掛けをたくさんいただくんですね。で、まあですね、とにかく、まあ前もお話したように、もうプロジェクター価格破壊を起こしてまして、僕としてはもう本当にびっくりなんですよ。1万円以下で、もう普通に使えるプロジェクターが買える時代なんですね。で、今回紹介するのは23,999円のアートリーっていうのかな、ちょっとアートリープレイっていうのかな、読み方例によってわからない中国の製品かなと思うんですが、で、このプロジェクターですね、まあ2000億クーポンあると21,900、まあ約22,000円で買えるんですけど、まあ何がすごいって、この価格にして、まあ明るさもそれなりにある上に、Android 入ってるんですよ。アンカーから、以前ですね、これ紹介して、後で、まあ、製品出してきますけど、アンカーからですね、単体で Android が入ってるプロジェクターが登場してるんですね。で、それはですね、非常に便利で、僕ももう動画でもご紹介したんですが、まあ、ちょっと値段お高いんですけれども、今回紹介する製品はこの価格で結構明るくて、Android テレビの Android TV ですね、9.0が入ってるんですよ。なので、要するに単体で、アプリがいろいろ使えたり、ネトフリが見れたり、アマプラが見れたり、YouTube が見れたりってことが、要するにパソコンとかスマホ何にもつながなくても使えちゃう。これ便利ですよね。キャンプとかにもいいですしね。もちろん Wi-Fi なきゃダメですけどね。自宅でもですね、いちいちパソコンとかの接続を考えずに、好きな部屋にポッて持っといて壁、持って行って壁に投影して見られる。結構人が来た時とかもいいですよね。ということで、早速ご紹介しましょう。価格も手頃ですしね。はい、今回はですね、こちらのプロジェクターを提供いただいたので、まあ、沼にはまってる、プロジェクター沼も深いわけですけれども、レビューしていきたいんですが、まあ、いわゆる全振りなんですよ。OS、Android が入っていて、単体でも表示ができるというのが特徴ですし、まあ、あとですね、ワイヤレスで AirPlay とかミラキャストにも対応しているというところでですね、まあ、結構注目の製品なので、早速中を紹介していきましょう。はい、でこちらがですね、プロジェクター本体ですね。まあ、軽く持ち上げられるサイズで、重量はそんなに 1.7 キロぐらいっていうところですね。まあ、1.5キロ、1.7キロぐらい。まあ、このハンドルがついているので、家の中であれば余裕で持ち運べます。はい、で、ケーブルがですね、これ AC アダプターなくて、これも直結できるので、そこ便利だと思います。このケーブル1本で、コンセントにさせます。ただ、このケーブルもうちょっと長い方が、個人的にはプロジェクターっていろんな場所に置くので、個人的にはもうちょっと長い方が便利かなというふうには思いました。はい、で中についてるのは HDMI ケーブルと、はい、アナログのケーブルですね。おなじみの3色のやつですね。これはまあ僕はほとんど使いません。はい、であとは説明書と、それからリモコンがついてます。でリモコンなんですけど、残念ながらですね、電池入ってなかったので、自分で電池は購入して入れました。はい、あとはもう説明書という形なんですが、はい、説明書は日本語もちゃんと書いてあるので、はい、まあ大体読めるかなというふうに思います。はい、で本体は実はあんまりいじることがないと思うんですけれども、これでピント調整ですね。これ、丸く、はい、で、こちらにですね、メニューを表示したり、明るさの調整とかボリュームの調整等々があります。で接続は、はい、まあ、ここ見ていただけると分かりますけれども、 HDMI が2つと USB が2つですね。あとは、ヘッドホンのジャック等々がついてます。でここに電源ボタンがあります。ということで、早速では投影してみましょう。はい、今ですね、プロジェクターのセットアップが済んでます。実はスマホを使うようなセットアップが必要なんですね。 Android が入ってますので、でそれが済んだ状態で今投影してます。距離がですね、そうですね、1メーター
50ぐらいかな、離れた状態で、画面サイズは多分ですね、45とか50インチぐらいになってるかな、40インチぐらいかな、という形で今投影してます。で、部屋の明るさは、今撮影用の照明を若干焚いてる状態なので、普通の部屋よりは明るいと思います。でも、まあまあ、これぐらいの明るさでも十分見られるかな、という感じの明るさで、投影できています。一応スペック的には、6000ルーメンぐらいあるっていうことなんですが、まあそこまではないかなっていう感じなんですけれども、はい。ということで、では早速、僕の動画を見てみましょうか。はい。まあこの使い勝手はですね、もう別にこのプロジェクターの機能というよりは、これ Android TV の機能なので、まあ他の機種でも一緒です。はい。で、じゃあちょっとレビューこれ見てみましょうね。はい。ということで、レッツモート FV の今ちょっと、あえてこれからボリュームを大きくしますね。僕のピンマイクで聞いていただく形になるので、はい、結論としてはですね、まあ、僕は非常にこれをおすすめできる製品です。で、今パソコンも、はい、ということで、まずですね、これ音はかなりいいです。で、ただしファンの音は結構気になりますっていうか、まあ、プロジェクターはみんな気になりますが、ファンの音はそれなりにします。で、明るさなんですが、やっぱちょっと顔暗いですけど、まあこれぐらいの普通の部屋の明るさであれば、まあまあ見られるかなと。これぐらいの大きさであればですね。いう感じです。では今度、ちょっと電気を消してみましょう。今部屋の明るさがですね、いわゆるちょっとバーみたいな感じ。周りが見えないという暗さでは全然ないです。ただ、文字を見るにはちょっときついかなぐらい。夜だったらこれぐらいの明るさ十分普通のご家庭でもあり得ると思うんですが、まあ、かなり暗いお部屋ぐらいの感じにするとですね、もう完璧に細かな文字も読み取れますよね。で、これ解像度が 720p なんですが、1080相当と言ってますので、まあ細かな文字も思ったより結構読めます。これなら十分実用的かなというぐらいに読むことができます。はい。で、左側にですね、ニューブランのですね、モバイルプロジェクター、小さい円筒タイプのプロジェクターですね、を表示してみました。で、右側が今回のプロジェクターですね。で、比べてみると、明るさは多分ニューブランの方が明るいんじゃないかと思うぐらいですね。モバイルバッテリーにしてはやっぱりすごいね、アンカーさすがって感じなんですが、ただ、文字のキレ全く違うんですよ。今回デビューしてる右側のプロジェクターの方が、小さな文字のキレが全然違う。くっきり見えます。やっぱりですね、解像度が 1080p 相当と言ってるだけあって、全然違っています。まあ、これ比べるとですね、まあ、明るさだけを求めるなら、ニブラでもいいと思うんですが、文字のキレまで含めて、あと価格の安さも考えると、まあ、もちろん、このコンパクトなサイズでこれだけっていうアンカーもすごいですが、まあ、画質だけを見たら、アンカーより優れて、ニブラよりも優れてると思います。はい。で、今度はですね、HDMI ケーブルでパソコンとつないでみました。で、今もパソコンとつながって、パソコンもちろん起動してます。で、このリモコンのですね、左にあるこの入力切り替え、もちろんメニューからもいけるんですけれども、このボタンを押すと、はい、こちらでですね、入力の切り替えが可能です。はい。ということで、今、Windows の画面が映りました。もちろん部屋が今明るいので、ちょっと見づらいとは思うんですけれども、パソコンの画面ももちろん簡単に映すことが可能です。はい。で、リモコンなんですが、ここに十字キーがあるんですね。で、普通はこの十字キーを動かすと、一個一個画面上のオブジェクトを選べるんですが、真ん中の OK ボタンを長押しすると、これマウスモードになってですね、十字キーの代わりにこれ今見えるかな?マウスがこう動いてるんですよ。これ、今移動のところにあるんですけれども、見えますかね。はい。で、こういうふうにマウスでいろいろと選べるようにもなります。もちろんどっちを使うかはお好みしたいということで、まあ、僕はどちらかというと、カーソルを使った方が好きなんですが、まあ、真ん中の長押しでこれを覚えてしまえば、もう両方簡単に使い分けられるようになるわけです。はい。iPhone からのワイヤレスの出力も簡単にできますね。これ今写真を選択している状態で AirPlay をします。すると、このプロジェクターが出てきますので、eShare4426 という形ですね。これを選ぶとですね、はい、ちょっと待ってると、プロジェクターに、つながって、はい、ちょっと暗いですけど、この写真が今、出力されてますね。はい。ということが分かります。簡単に出力できます。はい。iPhone では簡単にですね、ミラーリングができますね。メニューから画面のミラーリングをタップして、このプロジェクターの機種が出てきますので、選択するだけです。ちょっと待ってると、iPhone の画面がそのまま投影されますね。で、残念ながら Android の場合は、機種によってできるものとできないものがあったりするので、そこはもう皆さんご確認いただきたいんですけども、これでも画面のミラーリングができて、ホーム画面も表示できるわけです。はい。今度は写真を出力してみましょう。写真もですね、下の方にある共有メニューから、AirPlay を選べば投影できます。はい。機種を選べば、もうこれで、ちょっと待ってると投影できます。
はい、で写真が投影できました。ちゃんと写真は横に写るので画面サイズも大きくて綺麗に写せますよね。なので例えば写真をみんなで見たいときは iPhone やスマホから簡単にワイヤレスで投影ができるわけです。はい、ということでですね、まあいろいろとレビューしてきましたけれども、これまあ画面見ていただけると分かるようにですね、まあ、単体で各種のコンテンツが再生できる、まあ、Android TV の機能が入ってるっていうのが最大の特徴なんですね。でさっきはYouTube 紹介しましたが、これ今画面はですね、これ Amazon プライムビデオですね、 Amazon の、プライムビデオも使えますし、それからですね Netflix とかも利用できます。はい、あ、ちょっとこれすいません、著作権の関係があって動画をお見せできないんですが、プライムビデオとか Netflix 等々も使えますし、 Google の Play Store からアプリを入れてでっかい画面でアプリを楽しむということもできますし、音楽も聴けます。スピーカーがなかなかいいので音楽を聴くこともできます。まあ DAZN とかですね、対応しているアプリはたくさんあるので、まあそこはですね、皆さん必要なものがあれば調べていただければ、わかるかなというふうに思います。でこれからプロジェクターを買うのであれば、パソコンやスマホとつながるのももちろんあの大前提なんですが、やっぱり単体でこのように使えると、まあ、例えばお子さんに渡したりしても、まあ、問題がなく利用できるわけですよね。いたずらされる必要もないですし、パソコンとかとつながなくていいので、とっても気楽で、に使えると思います。で例えば車で旅行行くのであれば、このサイズを持ち出して、行くことも全然可能です。ただ電車で旅行行くのであれば、こういったですねアンカーのニューブラ、これもですね今回やっぱり比べてみて思ったんですが、このサイズにしてはやっぱり値段高いだけあって、すごい明るいで音も静か、やっぱりいい点はありますよね。はい、ということで、はい、でもコスパを考えると非常に今回紹介したこのプロジェクターもおすすめの、製品ではないかなというふうに思っています。でまあですね、これプロジェクターの宿命なんですけど、音がうるさいって方いらっしゃるんですが、僕も何十台プロジェクター見てますけど、みんなファンの音します、これぐらい、なので僕としてはこれぐらいの音はもう妥協できる範囲なんですが、初めてプロジェクターを買う方は音はうるさいもんだというふうに逆に思っていただいた方がいいかなと思います。でもちろんかなり音が静かな製品もあるんですが、やっぱりそれはこの価格帯では無理があるかなというふうに思っています。はい、でちょっとですね最後に追加で機能を紹介したいんですが、これ台形補正なんですよ。台形補正機能もあるので、例えば天井から吊るとかいった場合にですね、ちょっと歪みが気になる場合は台形補正を使って、真四角に写すということも可能になっています。以上、格安のプロジェクター紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。